はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、まだ行ってない場所があったので、行きたいと思います。世界中を調べていたところ、行ってないところがね、あったんだよね。ここ、白き幽谷。危険のレベル50でかなり高い場所なんだけども、サブストーリーとかでもここはね、行かなくって、まだ行ってないんですよね。なので今日はここ、白き幽谷、奥まで進んでみようと思います。ここはね、強い武器が3種類あって、序盤に俺は取りに来てたんだけども、一番奥までは進んでないんだよね。確かね、奥にね、NPC が一人いたような気がする。こっから見えるでしょ、確か。見えないか。なんか下にね、湖みたいなのがあって、そこに一人いたんだよな。ちょっとセーブしときますね。やっぱりいた。いたわ。こっちのアイテムを取って、もう帰ってたんだけども、この奥に人がいるね。なんか重要な人なのかもしれません。レベル50の場所だからね、何もないってことはないでしょ。ほらね、ボスだよ。まあ、何かあると思ったんだけども、フラーケンみたいなやつだね。メイルストローム。ああ、なんか魔法の名前っぽいやつだ。あ、でも弱点が剣ならば、さばきやすい。あとなんだろう、探検はないだろう。あー、剣で言っときゃよかった。まあ無難にこれで暴きましょう。あー、炎だね。炎と剣が分かれば、まああとは大丈夫です。無難に行くか。炎燃えろ。もう一個が何だろうか分からんね。でもまあ無難に削っていけるようならば削っていった方がマシですね。おお、いいんじゃない。もう早めにブレイクしときましょう。さすがだぜ、ソロネ。で、いつものごとく傭兵呼びでいきましょう。レベル50の場所だからね、おそらく相当タフだと思う。斧か。ほう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 、4万与えてまだビクともしてない。これは強いわ。改めなさい。こいつは強いぞ。待って、夜にしてきてない。いいか。基本傭兵呼びで戦っていけば問題ないと思うのでいいかな。ちょっと待って、帳入れとこう。怖い。バイバイ。帳を入れときましょう。受けてみろ。こっちでも傭兵呼びすれば問題ないね。よし、これで7万ぐらいダメージは与えてる。さすがにもうビクともしてるでしょう。黄色、いいんじゃない、いいんじゃないの。状況は好転する。でパッテティオも、もう一発傭兵呼びをしてやれば、これでもう10万超えるよね、ダメージが。仕事だぜ。倒せないか。10万で倒せない。おーおーおー、 なかなかのダメージ。あ、でももう黄色黄色 OK。 いいか。遅いな。ブレイクせずとも多分もう倒せるとは思います。お金いっぱいあるんで、ほら来た。いけるもんだ。でも普通に戦うと結構タフだから時間かかるかもしんないですね。なんか来たぞ。サイカの魔眼アクセサリーです。で、おお、濁り水晶のブレスレットで、なんだ、なんだ。いやいや、こんな
こんなところに1ヶ月いてよく生きてたね。1ヶ月帰れなかったの大変だったな。あ、でこれを渡せばいいのか、ボス倒したアイテムを。あー、なるほどね、姉はもう食べられてたっていうことか。ついてこないの。あ、導くんだ。とりあえず取っておきましょう。導いて連れて行けってことね。はい、まあ、オッケー、これで町まで戻ればいいのね。戻りましょう。はいはいはい、サブクエもクリアついでにできたのね。姉妹のお守りゲットしました。では今日入手したアイテムを見てみましょう。なんかボスから出たね。まず姉妹のお守り、まあ行動速度100のクリティカル100、ソローネに装備するとダメージ上がって良さそうだね。んで、サイカの魔眼がすごいな。物理と属性攻撃が120上がるぞ。で、バトル開始時に物攻と属攻ダウンの効果を与える。すげえな、すごいアイテムだな。これ誰につけるか。オズワルドにつけてもいいし、光につけても強そうだね。いや、攻撃力が120上がるってこれなかなかだよ。いや、これは強そうだ。はい、ということで今日はですね、まだ行ってなかった場所行ってみました。ここ白き幽谷ですね。危険のレベル50なのでちょっと覚悟していきましたけども、まあ、傭兵呼びを使えば楽勝でした。でも多分普通に戦うと強いかもしれないね。 HP は、多分11、12万、それぐらいありますので、削るまでにだいぶ時間がかかりそうです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。